よう、フィリア。あ、イヤホー、キリト、何しているところ？何しようかなって思っていたところだよ。じゃあ、もしかして時間ある？エンペラーソードのクエストを進めに行かない？お、いいな。紋章も揃って、いよいよ大詰めだもんな。うん、それじゃあ早速、みんなに連絡してみるね。さあ、宮殿の大広間に向かおう。紋章を王様に渡せばクリアになるはずよ。待ちに待った時が来たな。行こうぜ、みんな。子供のようにはしゃいでるわね、二人とも。宝物を見つけたいって人と、エンペラーソードが欲しいって人だもの。まあでも気持ちはわかるけどね。私もクエストの結末がどうなるか気になるし。でもさ、きっと簡単には手に入らないんだろうね、エンペラーソードって。ボスが待ち構えているっていうのが普通の流れだよね。だけど今のあの二人ならどんなボスでもあっという間に倒しちゃいそう。あはは、確かにそうだね。今まで進めてきたクエストはどこもトラップだらけだったわよね。ここもやっぱりトラップが多いのでしょうか。注意するに越したことはないわよね。お宝を目の前に全滅なんて笑えないからな。一丁気合を入れていこうぜ。おう、激レアクエストの報酬ってのをとくと見てやるとするか。みんな準備はいいみたいだね。それじゃあエンペラーソード目指して出発。フィリア、目的地は王の間だったよな。うん、国王様がいるところのはずよ。なら、この広い回廊を進んでいけば良さそうだな。あ、ちょっと待って、王家の紋章が光ってる。紋章が何かに反応しているのか。そこに扉があるんだけど、それに反応しているんじゃない？王の間の扉じゃないよね。小部屋の扉みたい。あのさ、これってもしかしてトラップなんじゃない？俺も実はその線を考えていたんだよ。今までのクエストも散々トラップだらけだったし。小部屋に入ったら閉じ込められて水攻めされたりするんだよ、きっと。水攻めかどうかはわからないけど、何らかのトラップはあってもおかしくないよな。とはいえ気にもなるし、覗くだけ覗いてみるか。わかった、じゃあちょっとだけ見てみよう。ここは宝物庫みたいね。宝箱がいくつか置いてあるな。開けたらトラップがってことは十分あり得るわよね。だったら俺だけ部屋に入って宝箱を調べるから、みんなは外で待っててくれないか。え、なんで？わざわざトラップのある部屋を全員で調べて全滅なんてことになったら大変だろ。わかった。ここは任せる。うん、よろしくね。
ああ、よう、お待たせ。あ、出てきた。無事でよかった。それで宝箱の中身はどうだった？コリア、普通に店売りにある装備品とかだったよ。なんだ、普通の宝物庫か。ま、水攻めされなかっただけでもよしとしようぜ。うん、それじゃあ王の間を目指そう。ここが王の間だな。あ、あの人が国王様じゃない？よし、フィリア、紋章を。うん。おお、そなたらが持つのはまさしく王家の紋章。ようやく見つけることができた。礼を言うぞ。はい、じゃあこれお返しします。ついに紋章が我が手に。これであの忌々しい剣を手に入れ破壊できる。そうすれば私が恐れるものは何もなくなる。ん？何か様子が変だぞ。役割を終えたお前たちには褒美として死を与えてやろう。危険だ、フィリア、下がるんだ。憎き国王ブレグスに恥辱を受けてから今ようやく復讐を果たす時が来たのだ。魔の神から授かったこの力で今度こそこの国を我が手で支配してくれる。どうなってるの？ボス戦だ。みんな戦闘準備。なぜだ？なぜ私が人間ごときに！倒したぞ。強かった。あ、ドロップアイテムが出た。おお、エンペラーソードか。ね、王家の紋章。つまり取り返しただけ？そんな。では結局エンペラーソードは手に入らなかったんですか？なあ、ボスを倒したらもらえると思っていたんだけどな。そうですか、残念でしたね。ですがレアなクエストには違いないと思いますよ。そういえば今回のクエストはどのようなお話だったのでしょうか？300年前、エンペラーソードの所有者であるブレグスが国王として選ばれた。けどそれを良しとしない兄のロイルがブレグスの命を狙ったの。何でもロイルは魔物にたぶらかされて、国を捧げれば強大な力を授けると言われていたそうよ。でも結局ブレグスによって野望は打ち砕かれたみたいだけど。ところが最近になってロイルが悪霊として復活して今の国王に成り代わっていたんだよ。
それに気がついた王族の人間が紋章を持って逃げたんだとさ。ダンジョンに多く仕掛けられていたトラップは、王族の人間が紋章をロイルに取られまいと作ったものだったんだ。最終的に俺たちでなんとかロイルは倒したけど、その後の展開はあっけなかったぜ。今の国王はとっくに殺されていて、その息子が王位を受け継いだことでめでたしって感じだ。エンペラーソードは物語中に話として出てくるだけでしたね。そう簡単にレア武器は手に入らねえってことだな。でも王家の紋章集めも結構大変でしたよね。あれはあれで楽しかったけど、エンペラーソードも見てみたかったよね。まあコルが報酬で手に入ったんだし、盛り上がる企画でも組みましょうよ。そうだね。一応クエストクリア記念ってことで。はあ、クリアしたけどちょっとがっかりだな。元気出せってフィリア。まだこのゲームも始まって間もないんだ。レアアイテムはこの先にもたくさん出てくるだろうからさ。もうこうなったらパーティーやってやけ食いよ。みんな付き合ってもらうからね。オッケー、いくらでも付き合うよ。エンペラーソードにまつわるクエストはここで終わりか。フィリアの言う通り、物足りない感じは否めないな。